FESM Tuesday のお時間がやってまいりました。2020年9月15日火曜日、本日で第18回目、司会は私、沖縄県出身 FESN アシスタントディレクターの伊橋下太が務めさせていただきます。いよいよリバイバル DVD が発売の2006年発表アンダーグラウンドブロードキャスティング、前回ご紹介させていただきました私、伊橋下太が選ぶアンダーグラウンドブロードキャスティングの見どころベスト10を今回深く紐解いていきたいと思いますが、その前に東西南北かなを友達のスケーターが貸してくれて、いやまず今まで見たスケートビデオともう何かが違うというか、もう圧倒的な、なんかそのいわゆるそのアブストラクトな世界観みたいなスケートビデオを見たのが FESN の作品が初めて。でその中でも俺はあのやっぱ森田さんが出てくるシーンがすごい好きで、なんかあのジャンベとかでこうデン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 ってこうやって、多分地下のスポットでバリアルヒール、俺らは大阪ではギャロアって呼ばれてるけど、そのギャロアでパチッと出てくるシーンがすごい強烈でかっこよくて、当時の森田さんのファッションってすげえバギーなさ、迷彩カーゴパンツ履いて耳付きビーニーかぶって、なんかすげえ自分の好みやった。ファッションも滑り方もめっちゃかっこよくて、誰これみたいな、渋みたいなFSL の世界観が好きになって、で出てるビデオもこう全部チェックして、まあ、いわゆるファンですよね。もう好きで好きでもうめちゃめちゃ見てて、でいつか絶対俺も FSL のビデオに出たいみたいなのが一個目標にもらってて、22ぐらい、15年ぐらい前に東京のでデザイン会社に就職が決まって、東京住むならファットブロスや森田くんの FESN がある中野に絶対住もうと思って、森田くん の, あの切り抜きとか俺部屋に貼ってたりとか、高3ぐらいの時に、下ぐらい結構好きだった。4326で育った感じ、やっぱ僕ら世代は多分当時は VHS やから、ほんまによく言う擦り切れまで見るみたいな感じ、スケートボードの感覚をこう一気に飛ばされたというか、編集とか使ってる音楽、東西南北かな、一番最初に見たビデオが、なんか森田くんが仙台に来てるっていう噂が回ってきて、確か探しに行ったんだと思うんだよな、多分アポは取ってなかったと思うんですけど、森田くんクルーが仙台に来て撮影してるって聞いたから、もうそこに確か飛び込みで、もう見してくださいみたいな感じで行ったのが多分最初っすね。でその時にあのエビセンの南克美も初めて会って、もう全て影響受けてると思うよ俺なんか特に。やっぱスケボー、まあもちろん海外のそのいろんな好きなスケーターいっぱいいたし、そういう中でもやっぱり日本で身近に影響を受けてた森田くんっていう FSN にやっぱ一番影響を受けてたし、だから本当エビセン作る時も森田くんに相談しに行ったし、試写会かな、長田の試写会で見た時、いやもうやっぱ夢叶ったなみたいな、俺 FSN のビデオに出たみたいな。でも結構やっぱ一瞬で10秒ぐらいで終わっちゃうから、もう終わったみたいな、いや早くビデオ見てえなみたいな感じでした。いや嬉しいでしょうついにここまで来たかぐらいの、もう FESL の作品でアンダーグラウンドブロードキャスティングのオープニングに自分のクレジットが出た時は本当に感動した。うわーみたいな、随所にちょっと笑い入れてくるじゃん。でもなんだろう、シリアスだったり社会風刺入れたり、なんかとんでもなく影響を受けたやっぱ作品だよね。今僕らタイトブースとかゼロエビセンとかでまあやったりしてることのやっぱりルーツっていうか、森田チルドレンなんで僕らはまあ全部影響受けましたね。
エビセ並びにタイトブースプロダクションの皆様、応援のコメント誠にありがとうございました。それでは私今重人が選ぶアンダーグラウンドブロードキャスティングの見どころベスト10の解説に参りたいと思います。今回は特大号となっております。皆様どうぞ最後までご視聴ください。アンダーグラウンドブロードキャスティングの見どころベスト10のシーンの解説。まずは第10位、丸山慎太郎パートオールシーン。バンズのツアーがあったんですよ。森田君と倉さんとリー君と周平と中地かで行った時にもう本当に四五日で撮ったんですね。そうだね。だから丸と確か会ったのは初めてそのバンズのツアーで、バンズのツアーで一緒になって、でこっちカメラ FESN でカメラ持って行ってたから、まあでも森田君とそういう風に撮ってもらえるチャンスってなかなかないから、でもこれでここのツアーで決めねえって思って気合入れ出すね。あの丸ってカメラを回さなくてもセクションに突っ込むっていうか、あのいや撮りたいなら撮ればみたいなスタンスでやってて、だからあのカメラマンとしてはあのすごい燃えたっていうか、久々にこういうライダーあったなと思って。新潟の妙高ってとこにあるんですけど、できたばっかで、まあ、日本にまだああいうボールとかが全然初めてぐらいの時だったんで、だもうぜひあそこで撮ろうみたいな感じで。撮影する側としたらやっぱりなんかこうスピード感をさすごく見せたかったのね。撮り方もやっぱりなんかこう強調しないとなと思って、まあ、あと中地がいたからロングレンズは中地に任してとか。本当だったらやっぱ結構危ないセッションとかだとカメラ回ってないとやんないよってやつやっぱ多いと思うんだけど、丸はもう全然そんなのなくて、で特にボールなんかはやっぱすげえスピードで最初から入ってっていきなりエアーかましたりとかして、でいきなりそれ取れないじゃん。だからもう一回やってね、もう一回やってよとかって言うんだけど、だんだんやっぱり なんとなく丸のそのやりそうだなとか、あそのスピードで入ってったらそこでこれやるなみたいな、だんだん分かってきて取れるようになったっていうか、まあやっぱああいうボールとかで結構広いところだと対象物がないから分かりづらくなっちゃうんだよね。画面に映るのも全部同じ景色が映っちゃうから、逆走する撮り方結構使ったよね。まあクロスするっていうか、クロスして撮るシーンとかは、ああいう撮り方したことなかったから、撮ったの見た時にめっちゃかっこよかったんで、さすがだなと思ったっすね。あれだって撮影したの2時間ぐらいじゃないの、多分2時間ぐらいで全部ほとんど、まああのツアーだけで撮ったビデオパートだったと思う。最初までもなんかちょっとまあ俺に対してなのか、まあ、FS に対してなのか分かんないけど、かましてやろうみたいなのは多分あったと思うんだよね。でもただそれは逆にすごいいい意味で、あ絶対丸がやっぱそのやってるところを逃さないで撮ってやろうっていうか、そういうカメラマンとしてのなんかハートに火をつけたみたいなのはすごい自分の中であったっていうのは覚えてる。ありがたかったっすね。もうあれで結構世の中に出させてもらった、まあ、出世作ってあれだけど、まああのビデオ出させてもらったおかげで広がったっすね、世界が。第9位、横浜横須賀セクションの音楽。テクノとかさ、ハウスとかであるそのドン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 っていうサウンドって、1小節1234 1234、その1小節の中に4発ドラム打つっていうの、ダンスミュージックとかよくあるそのリズムなんだけど、世界的にスケボーのビデオでやっぱ使われづらい音楽、当時やっぱり自分がスケボーしてる時そのリズムが自分がよく聴いてたから、すごいそのテクノとかハウスとかのそういう四つ打ちのリズムっていうのがすごいハマってて、もうずっと森田君の車の中はハウスとかテクノがかかってたから、自分としては全然違和感ないっていうか。 DJ 袖山って言ってファイストの1のビデオにその袖山義史って名前で、袖山です。まあ音楽関係のでやってて、まあ DJ とか曲作ったりしてます。まあ俺のスケートメイトだったのは新宿中央公園で滑ってた時に一緒に滑ってるやつで、93年か4年ジャブ池で知り合って26年前、すげえカットバースお兄ちゃん来たなと思って、なんかオーリーバックする人来たなみたいな。森田くんはいつも一人で来るのよ。あの人は濡れてスケボーやるタイプの人じゃなくて、でいつも一人で来てて、だから自然と本当喋る感じになったんだと思うけど、
で、まあ、あいつは高校生の頃から DJ やってて、ただその当時の DJ って普通だったらスクラッチやったりとかっていうヒップホップの DJ が多かったんだけど、まあ彼の中でベーシックだったものがハウスとかだったのかな。で、俺当時やっぱり俺18とか19とかでハウスとか全然知らないっていうか、そういう音楽聴いてなかった。自分は当時ヒップホップばっか聴いてたから。僕がファーストアルバム出してるのが2006なんですよ。で、森田くんにね、確かあげたんだよな、CD を。こんなアルバム作ってんのすげえな、みたいな。しかもかっこいいな。18、19ぐらいの FSN やり始めた時ぐらいは全然自分じゃ理解できない音楽だったけど、今は理解できるっていうか、今はかっこいいと思う、本心から思う。袖山の場合はもうほとんど一緒にスケートしてなかったからね。音楽家として活躍してるっていうことに結構驚いたし、嬉しかったし、まあ一緒にやりたいなって思ったよね。それでね、森田くんの方から、いや実はハウスとかテクノみたいなのを入れたいんだよねっていう話をされて、で僕がその時ちょうどソロでやってるのと別のユニットがあって、でそれの曲を聴かせたら森田くんがすごい気に入って、これ使っていいって言って、四つ打ちってもうほぼほぼ海外のビデオとでも聞いたこともなかったから、なんだろう、スケボーのビデオに音楽を使ってもらえる日が来るっていうのは考えたことはなかった。やっぱ一番最初にやるやつであれってやっぱ自分は結構思うから、多分自分のビデオをきっかけにテクノとかハウスとか新しい音楽、その今までそのスケートのビデオに使わなかったような音楽を俺が使ってやるぜ、 FSN で使うんだっていう、そういう意識だよね。やっぱそういう気があったな当時。しかもそれが袖山の音楽で使えたっていうのはすごいハッピーだったよね。第8位、高山人のオーリーシフティ。東西南北の撮影で横須賀行った時にたまたま知り合って、俺はそれまで高山人くんって知らなかったっていうか、俺は名前も聞いたことなかったし、初めて横須賀の海風公園で滑ってるのを見て、うわ超スムーズなスケボーする人だな、しかも独特とか思って、もう速攻声かけてちょっと撮らせてくださいみたいな感じで撮ったのがきっかけで、自分の個人的なイメージは最初ミニランプかなんかで見て、あすごいしなやかな動きする人だなと思って、でストリート出てもやっぱあのシフティみたいにストリートでもああいう動きを出せるし、アンダーグラウンドブロードキャスティング撮ってる時はもう結構ジン君もすごい有名で、アイパスのライダーやってたりとかって言って、もあの人独自のそのスタイルでプロスケーターとしても有名な人になってて、まあなんかすごい撮りたい人だったな、その自分が、まあ自分で言うのもあれだけど、俺が撮ったらこう撮れるみたいな自信もあったし、俺だったらこの人のこういうことを撮りたいみたいな、結構そういうのはあって、まあ俺がジン君の滑りすごい好きで、もう撮りたいなっていう人、まあだから何度も横須賀行ってジン君が滑ってるところに行って撮影させてもらったりとか。オーリー一つで絵になる人ってやっぱそういないっていうか、だからやっぱあの森田君とかと車の中で話してたのが、どうやっぱああいうスケーターをやっぱそのフューチャーして撮るっていうのは FSN として、まあ、すげえ大事なことだよねっていうのは確か話してた覚えある。スタイルに対するこだわりがもう滑りパッて見ただけでもう、うわあすごいこだわりだなっていう。シフティ1個撮ったってそうだよね、もう俺は撮りたいな。まあ俺もファンだね、あの人の、うん、滑りかっこいい。第7位、飯田周平パートの強盗シーン。その名古屋のパートから飯田周平に行くセクションなんだけど、その当時飯田周平ってすごい若手で、俺がたまたま名古屋に行った時に、あのえっていうレベルのことをさらっとやった子だったな。まあ、やっぱ当時やっぱずっとスケボービデオで世界狙って作ってたから、やっぱりその世界に通用するようなライダーっていうのを常に探してたから、その若宮パークでそのスイッチフリップポンって見た時に、おおこいつすげえって、彼は撮りたいっていうような感じになって。周平とかはやっぱ正統派で、やっぱハンドレールもガンガン入って、で技もすげえクリーンで、あんまミスんなくてメイク率も高くてっていうイメージなんだけど、でも名古屋はやっぱその前に加藤大ってライダーがいて、アメリカのタンパとかで入賞3位か
3位かなんかになったのが加藤大なんだけど、まあ、彼がやっぱすごい有名だったんだよね。加藤大は正直なんか得体の知れない存在だったっていうか、大は一言で言うとその危ういよね。危なっかしいっていうか、やっぱもう超スリリングっていうか、まあ、例えばステアとかでもあの何段かとか分かんないのに突っ込んでっちゃうとか、普通スケーターだったら階段見るじゃん、飛べるかなとか、入り口に展示ブロックあるかなとか、アウトに展示ブロックあるかなとか、溝あるかなとか、そういうこと多分考えると思うんだけど、ダイはもうそういうの全く考えないっていうか、もういきなりやる、もうリュック背負ったまんまいきなり10段のステアとかはフリップ入っちゃうとか、俺はもうそういうの大好物、なんて言うんだろう、もうギャンブルみたいなスケートで大好きただやっぱギャンブルだからこそ行っちまうこともあるんだよ、その常に大きな怪我と隣り合わせだったりとかしちゃうから。でもまあ大は危うかったけど、基本的にはやっぱりそれをギリギリで回避できるっていうスケーターで、でまあ撮ってる側としてはあの LINE でも、あ、例えばこれとこれあれやってやろうぜって言っても同じラインにならないことが結構多くて、足の例えば着地した時のスタンスの位置で自分の次の技を決めてたりとか、割とノリでこれやりたいなと思ったらいきなりやっちゃうみたいな感じ でしかもそれもすごいクオリティでメイクしたりするから、なんか割と撮る方としてはすごい気を使ってたっていうか、だからあの名古屋のパートの沿道から周平のパートになるところのそのノイズを作ったのは俺なんだけど、俺が編集したんだけど、あのカオティックな感じっていうのは加藤大の脳みそを表現したってイメージだったんだよね。で、まあ、周平のオープニングを当時としてはかなりデカめのハンドレールをリップスライドやるっていう話だったんで、じゃあ俺ら東京から名古屋に撮影行こうって言って、そしたら大も来るって言ったんだよね。もう加藤大はあの時やばいよね。もう飯田周平はフロントリップ、メインスタンスのフロントリップやりますっていう撮影だった。俺たちももうそれで撮り行ってんのに、周平より先にそれのスイッチをで入ってきちゃう。加藤大はやっぱかましにちょっと行ってんだよね。スイッチのフロントリップかなんかでしょ。あれは確かスラッシャージャパンかなんかの特集で周平を取りに行くっていうので、多分加藤大としては面白くないっていうか、見せつけてやろうみたいなの多分あったと思うんだよね。加藤大はそのあたりの反骨精神みたいなものはすごいひしひしとスケボーに感じるし、周平としたらちょっと大君待ってよっていうところの感じはあったとは思うけど、まあ俺たちは基本撮影する側はもうお互い燃え上がっていけばいいと思うから、大も頑張れ周平も頑張れっていう感じで撮ってたけど、まああの時は大がそのまま病院送りみたいなノリだったよね確か。だからもうあそこのオープニングは加藤大のマインドを今度飯田周平が乗り移ってパートとして滑っていくみたいな。やっぱ名古屋って地方都市でやっぱそうだと思うんだ。先駆者がいたらその先駆者の影響がすごく色濃く映るから、そうなるとやっぱ加藤大のそのマインドから飯田周平にっていうようなその流れだったと思うね。だからまあ赤と黒をイメージしたのは、赤は俺の中で血の色で、やっぱどす黒い影と血でっていうのはやっぱその大が俺たちに与えたライディングの印象だった。第6位、黒田大樹のルーティーン。あのバックサイドリップは多分俺らが撮ったんじゃないと思うんだよな確か。あれは大輝が俺らに使ってくださいって送ってきた。一番なんかこう気持ちよくやってる感じのルーティーンだったからあれを使ったね。大輝はねよく撮ってたね、よく一緒に行ってたけどね。大輝はやっぱ仲良かったから常に結構いっぱい撮ってて、映像とかもあって。でも大輝のちょっと大輝は線が細いんだけど、割とちょっとダボっとした服を着てて、あの手のフローとかカメラ写りがすごいいいよねって感じはしてたね。なんかで技のクオリティも割とやっぱり感覚的にあの決めるっていうか、あのやっぱラインとかでもあんま何回もひたすらやってだんだん良くなるっていうよりは、やっぱ初めの方が感覚的になんか楽しんでやってた方があのメイク率もいいし、あのフローとしてもすごいよく決まるっていうか、なんかそういうイメージだね大輝はね。
当時の大輝のスケートのその滑りの良かったところっていうのはやっぱりその一個一個の技の完成度もさることながらやっぱテンポが素晴らしかったっていうか、テンポが本当いいスケーターで、そのプッシュのテンポもいいし技のメイクするテンポもいい。例えばルーティンの中だったらノーズバンプやってバックDやってその後バックサイドワインというリップっていうルーティンだけど、やっぱそのリズムがいいよね。その音楽的滑りがすごくリズムに乗ってて、だからもうあのパートも確かテクノのサウンドだったと思うけど、そのリズムと本当に大輝のスケートはもうリズムが素晴らしい。第5位ホームレスのおじさん。俺らをあの横浜横須賀でやってたんだ。なんか人生の先輩じゃん。なんかまあホームレスが年下のことってあんまないじゃん。まあ大体年上じゃん。確かあの横浜横須賀って言ってるおじさんは俺らが撮影してたらこう俺が撮ってるわけじゃん。撮ってるところのちょっと斜め後ろぐらいにこう俺の視界にちょこちょこ入ってくるおじさんだったのね。それでこう俺パッてやっぱ見るじゃん。パッて見るとささってちょっとこう笑いながら少しこう隠れる感じだったのね。でまあ気になるじゃん普通に。そうしたら探し始めちゃう。あれどこ行っちゃったんだろうって思い始めて、そしたらすぐ後ろにいたのがあの人家みたいなタバコあるみたいな感じでタバコ持ってるみたいな、タバコ一本くれよみたいな、そういう感じ。タバコ一本、タバコ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 。だからホームレスのおじさんはもう完全にあれ森田君の趣味だよね。なんか自分としては確かに夕方で日も暮れちゃうし、いやもっとちょっと撮りましょうよって思ってたんだけど、なんか森田君がカメラ持ってって、なんかそのホームレスの家みたいなのがあって、なんかそこに入ってっちゃって、でなんかそれでおっさん飲んだなこれなんとかとかずっと言ってて、なんか俺ちょっとよくわかんないなって当時は思ってて、なんかまあそんなことよりもスケボーのビデオ撮った方がいいんじゃないかなみたいな感じでは思ってたよね。実際ね映像で出てきてああいう風に使われるとまあ面白いよなっていうか、まあでもあれ俺とか趣味だよね。俺は趣味じゃないけどやっぱ好きなんじゃないですかねああいうのがね。なんかねやっぱ人との出会いはどんな人でもさこの楽しみに変えるのがスケーターだからさ、まあ全然楽しかったね。超面白い人だった。第4位吉田徹寝てる人をフリップ越え。あの私だねあれ私にちょっと私と寝ろってあれは俺ですからねそれメイク率がいいから LINE にして撮ろうぜっていう話になったな。監督がなんかねえかなみたいななって、なんか映えねえなってなっておおちょっと私もちょっとそこに足こう出してさホームレスみたいな感じに足出せみたいな感じになって寝てろみたいな言って、それでマジっすかつってで、トール君もなんかやばいねみたいななって、本当に いそうじゃん寝過ごした人とかさ。別にまあそういう方が面白いじゃん。結果的映像にああやって残って脚色だよ。私オーバーフリッパーはもう外さなかったね。一流と共演できたってね、どんな形であろうあの作品には出たいっていうあれもあったんで、まあまああれなんじゃないですか、大成功ってやつなんじゃないですか第3位森田貴大スケーターを追い越して登場。田町で、まあ、撮れるもん撮ろうみたいな感じで確かあれ遊びでやってて、あの森田君とリー君、森田がただ結構スピードすげえ出てたからブラントやってその後ラインやってとかやってて、で結構やっぱフルプッシュでいうかすげえ疲れるから間にリー挟んでやろうみたいな感じで、でリー君は確かテールマニュアルのサブロックフリップやってて、リーが後から出てくるのに俺が先に行って、俺を何かやると思いきやリーがやるみたいな。で俺の方がビデオカメラとか自分でもやってるからそのスピード感とか距離感とか分かって撮れるじゃん。だからまあ、ああいう映像ができたっていうか、あとスピードのそのこう交錯するところがさより多くなるから一人入ることね。でそこが初めはここのスピードでやってるけど後から俺のスピードが来ちゃうともっと速く見えるよ。スピード感の出方っていうか
それがすごいいいよね。正直あの技自体はそんなに複雑な技じゃないんだけど、やっぱ映像にしてみるとすごいダイナミックさもあるし、スピード感もあるし、スタイリッシュな感じっていうのはやっぱ撮ってみないと分かんないっていうか、最初に FSN のカメラマンになりたての時にやっぱ森田君とかずっと動いてて、これちょっと撮ってよって言われて、でもこんな森田君すぐできんじゃんとか、これでも森田君いつもやってることじゃないですかみたいな結構思ってたんだけど、でも実際映像にしてみるとすごい迫力あって面白かったり、でもそれって森田君だけじゃなくて、実際はただあのスケーターが新しいトリックをやるとか、どうしてもそのビデオに収めたいものをやるだけじゃなくて、普段あの得意な技をダイナミックにやることをビデオに収めるっていうのもやっぱすごい大事なことっていうか、龍神とかのフリップしてフロントフリップで飛ぶみたいなクイックのやつとかも、龍神からしたら全然大したことないと思うんだよね。でどっちもすごい得意な技じゃん。ただそれをあのクオリティで、あのスピードで、あのクイックでやるっていうことに意味があって、やっぱスタイルがすげえいいじゃん。その乗った後とかのすごい絵になるし、それはやっぱりいろんなスケーターに当てはまると思う。まあ、あんまかしこまんなくて、単純になんか自分が撮りたいなと思ってカメラを回すっていうのはすごい大事なことなのかなと思うね。だからあの本当に田町であの2人のセッションはただの遊びから始まったものっていうか、だけどすげえあの面白いよね。で途中が多分森田君はもうちょっと飽きてやんなくなっちゃったみたいな感じで、リー君ひたすらテールマニュアルのサブロックフリップやってた。第2位、九州パーク冒頭の田畑大輔のキックフリップ。暑かったの。でも田畑がすげえサブロックノーリー360やってて、それすげえ撮りたかったけど撮れなくて、でもまあフリップとかも田畑やっぱかっこよかったけどね。でも覚えてるよ、なんかスケーターいたんだよ、多分若いやつ、中学生とかそのぐらいのスケーターたちが他にも俺ら以外にいるなっていうのは気づいてた。シゲタがいたんだよね、あの時ね。あの映像は俺行ってなくて後から見させてもらって、5、6段のフリップなんだけど、ただでもその5、6段のフリップをなんていうかすごい並走で撮って、フリップのちょっと着地に合わせて撮るっていうか、あのしかも普通のマニュアルで言ったらやっぱケツから撮るから本当違うと思うんだよね。単純にやっぱ腹側から撮ってフリップのスタイルを見せるの方がいいと思うんだけど、やっぱあの撮り方をしてる意味っていうのは多分田畑くんのそのフリップのスタイルとそのキャッチのスタイルとかがすごいうまく出てるっていうか、決してなんか普通に見たらめちゃくちゃあのシャープなフリップじゃないんだけど、なんかあのふんわりした感じのフリップ感はすごい出てるなって思ってて、それはすげえ印象的だよね。でもそれをロングで撮ってたのもね、それはすげえなんかウケるね。アンダーグラウンド初めて見た時は映画館で、まあ、とりあえず革命的だったのかな。すげえなんかいろんな全国からスケーター来て、でもうほんとお祭りみたいにワイワイしながら、あの映画館で最後エンドロールが流れて、したらいきなりなんかでガサガサガサみたいになって、えってなって、で俺その時わけが分かんなかったので、めっちゃかっこいい映像が流れて、おーまさかの2本立てと思ってたのね、自分で。そしたら ティーザーでやっぱありますよねと思った。隠してましたかみたいな感じの記憶があった。あるんかいと思ったけど、ハリウッド映画みたいな作り方するなみたいなやつやられたっすよね。あ、これだったんだみたいな、感動したっすね。あれはおーみたいな、オーバーグラウンドだ、こういうことかみたいな。とにかくエンディング見したかったの。世界を目標にしなかったら絶対に世界になんか行けない。日本国内でいいやと思ったやつは多分日本国内でもトップにはなれない。世界でトップ立とうと思うから世界でトップに立てる。だその志は俺たちが当時一番伝えたかったこと、 FESN として、自分が感動したものに対してそれに対する恩義をお返しするっていうことだと思ってたから、アメリカのスケートボードのビデオから自分はスケボーを始めてるから、それに対して日本からお返しをしたい。それがアンダーグラウンドブロードキャスティングでのエンディングで初めてその意思を表明できた場所だったから、それは騒ぐよなと思いつつも、あのティーザーの中に含まれてるよりも密度が濃いもの、
をやっぱうちらその当時追い求めてたわけだから、もっとやんなきゃいけないことまだあるよねとか、みんな盛り上がってくれてたんだけど、やっぱうちらはもっとやっぱやんなきゃいけないことがあるって感じだよね。何でもいいからやっぱり日本でナンバーワンになろうと思ったら日本でナンバーワンになるしかないんだよ。世界でナンバーワンになろうと思ったら日本通り越せるんだよ。当時それしか考えてなかった。いかがでしたでしょうか。アンダーグラウンドブロードキャスティングのリバイバル DVD はいよいよ10月2日金曜日に発売です。この度もご協賛企業各社の皆様、そして個人でご協賛していただいた皆様、ご支援いただきまして誠にありがとうございました。リバイバル DVD は全国のスケートショップまたは FESL のオンラインショップにてお買い求めいただくことが可能です。どうぞお楽しみに。引き続き8作目オンザブロード以降の作品へのご協賛を募集しております。個人の皆様方のご協賛額は DVD1 作品につき税込み1万円です。ご協賛いただいた DVD ブックレットの裏表紙にスペシャルサンクスとしてお名前を掲載させていただきます。あなたの思い入れのある作品にぜひお名前を刻んでみてはいかがでしょうか。監督の直筆の感謝状とともに DVD を発送いたします。ご協賛は FESL のネットショップにて受け付けておりますので、引き続き皆様のお力添えをどうぞよろしくお願いいたします。急に知らない電話番号から電話が来て、で誰だろうなと思って出たら、誰だか分かる森田だけどって言われて、うわーと思って、で急に何かしたかなと思ってちょっと勘ぐったんですけど、アンダーグラウンドブロードキャスティング出てるじゃんって言われて、で一切出た覚えがなくて僕コータとかアンダーで出てるよね。オーバーだっけ、出てないっけ、なんかフリップとか出てなかった、なんかどっかで出てないか、なんかで使ってたような気がするけどな。でもまだちっちゃかったな、コータもな。出たら絶対覚えてるよなと思って、いや絶対出てないっすっつって、社長ちょっと確認するからとか言って、でまた30分後ぐらいに電話来て、いやごめん出てなかったってなって。この事件、なぜ監督とフィルマーの2人は池田浩太さんがアンダーグラウンドブロードキャスティングに出演していると勘違いをしていたのか、真相は池田浩太さんご自身の YouTube チャンネルで近日公開予定です。どうぞ皆様、池田浩太さんの YouTube 番組をご期待ください。次回の燃える火曜日の放送は来月10月6日火曜日です。どうぞお楽しみに。それでは今回もご視聴ありがとうございました。